宮崎春季キャンプ第3クールの4日目が始まっています。今日は非常に風が穏やかでして、日差しが暑く感じられます。この球場に集まったファンの皆さんも上着を脱いで観戦している、そんなお客さんの姿も見られます。今日も野手陣、投手陣分かれまして練習が始まっています。第3クールの4日目、おととい紅白戦がありまして、昨日は少し比較的軽めの練習でした。今日この野手チームはキャッチボールから始まりまして、投内連携、シートノック、そしてランチを挟んでフリーバッティングが予定されています。またピッチャー陣で見てみましても、先ほどはブルペンで松井颯、船場様、高橋、そして菅野なども後輩を見に来るというシーンもありました。その他京本も今日ブルペンに投げ込んでいます。昨日新人の森田も左肘の炎症のため一軍メニューではなく補償班のメンバーとなりました。その代わりにピッチャー陣で言いますと、今日は畑や松井颯、京本、ルシアーノなどが一軍の練習で汗を流すということになっています。背番号098はウレーニャ、背番号40の中山ライトも必死にボールを抑えていきました。いいボールが返ってきたときには選手の間からも大きな声が飛んでいます。現在外野を見てみましても、レフトに4人、センターに2人、そしてにライトにも2人という布陣になっています。こちら笑顔の長野、レフトには丸、岡田、そしてウレーニャ、秋広の姿もあります。先ほどまで阿部監督の姿はブルペンにありました。ただブルペンも一段落ついたということで、まもなくこちらのグラウンドに阿部監督の姿を現すかもしれません。
まあ、現在守備についているレフトの丸も、まあ、センターやライトもこなしてきましたが、今シーズンはレフトコンバートが予想予定されています。ただ丸本人に聞きましても、やることは変わらない、多少景色は変わるけれども、まあ、同じ外野、自分自身やることは変わりませんと力強く話していました。左から2番目が丸です。また河合コーチも軽快にボールを打ち込んでいきます。昨日もランチ特殊が行われまして、ファーストに岡本、セカンドに吉川尚輝、ショートに門脇、サードに坂本を置きまして、その4人を相手に特殊をさせるという場面もありました。今ウォーという歓声もありましたが、新人の佐々木、こちらも今ナイスボールと声が上がりました。今シーズンのキャンプでもアピールが続いています松原です。そして背番号12の萩尾、長野久義も非常に元気なボールを返していきます。ライトの萩尾も好返球、サードからショート、セカンド、ボールが軽快に回っていきます。